博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったか。博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったか。博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのをやめて、水爆を愛るようになったかは、スタンリー・キューブリック監督、ピーター・セラーズ主演で、1963年制作、1964年に公開されたアメリカ・イギリス合作の映画である。日本語題は一般的に博士の異常な愛情と略称される日本語題。キューバ危機によって極限状態に達した冷戦の情勢を背景に偶発的に核戦争が勃発し人類滅亡に至る様を描くブラックコメディ。政府や軍の上層部はほぼ全員が俗物ないし異常者として描かれる風刺劇でもある。キューブリックが監督した最後の白黒作品である。本作品はのという真面目な内容の小説を原作にしているが、キューブリックはストーリー構成段階で題材の観念そのものが馬鹿げたものだ思い直し、ブラックコメディとしてアプローチし直した。本作品はキューブリックの代表作の一つと位置づけられている。アイロニカルな姿勢は同時期に撮られた同テーマのシドニー・ルメットの未知への飛行のヒロイズムを含んだ鑑賞性とは位置を隠している。2001年宇宙の旅、1968年時計仕掛けのオレンジ、1971年とひとまとめにして SF3 部作と呼ばれることもあるが、この関連付けがキューブリック本人の構想に付くことを示す資料は発見されていない。冒頭にアメリカ空軍により映画はフィクションであり、現実には起こり得ないとの解説がつく。アメリカのバープルソン空軍基地の司令官リッパー准将が精神に異常をきたし、指揮下の B-52 戦略爆撃機34機にソ連への核攻撃 R 作戦を命令したまま基地に立てこもった。巻き込まれたイギリス空軍のマンドレーク大佐は将軍の閉じこもる執務室から出られなくなり、リッパー将軍の話し相手となる。出撃した爆撃機には、それぞれ第二次世界大戦で使用された全爆弾、砲の16倍の破壊力がある核兵器が搭載されていた。バープルソン空軍基地の状況と B-52 出撃を知ったアメリカ政府首脳部、マフリー大統領、軍高官、大統領科学顧問のストレンジ・ラブー博士などは、機密情報の塊であるペンタゴンの戦略会議室にあて、ソ連大使を呼び対策を協議する。ソ連首相とのホットラインで、ソ連は攻撃を受けた場合、自動的に爆発して、地球上の全生物を放射性硬化物で絶滅させる爆弾、皆殺し装置、終末兵器の一種が実戦配備されていることが判明する。公開しなければ、威嚇の意味をなさない兵器を、なぜ公開しなかったのかと迫るストレンジ・ラブー博士に、ソ連大使は近日公表する予定だった。首相は人を驚かすのが趣味だと説明した。この協議が続いている間にも、爆撃機は進撃を続けていた。爆撃機の一般通信回路は、敵の謀略電波に惑わされないために、CRM114 と呼ばれる特殊暗号装置に接続されていて、この装置は、通信を全く受け付けない。そのため爆撃機を引き返させることは不可能である。例外として3文字の暗号を送信することによって、この装置を解除できる。その暗号は、リッパー准将しか知らない。アメリカ政府は、リッパー准将から無線通信の暗号を聞き出すために、将軍の基地に近いところの空挺部隊を動員するが、将軍が基地内のアメリカ兵に、戦時体制の指令を出していたため、味方同士による戦闘が開始される。リッパー准将は、マンドレーク大佐に、水道水不可もの添加は、共産主義の謀略だという陰謀論を延々と話すが、その後いよいよ兵士が、准将の執務室に迫ってきたという時、大佐に、日本人から拷問を受けた話を聞き、自分は耐えられそうもないと言って、バスルームで自殺してしまう。その後、リッパー准将の話を分析したマンドレーク大佐によって爆撃機の CRM 装置の暗号が解読される。大佐はコカ・コーラの自販機を打ち抜かせて電話台を手に入れて大統領に暗号を通報し、撃墜を免れた爆撃機は攻撃を中止して基地へ引き返し始めた。しかし、コング少佐の機は対空ミサイルの爆発が原因で CRM の機密保持装置が作動し暗号装置が破壊され、帰還命令を受信できない。その上、低空飛行により燃料を浪費して当初の目標地点への攻撃ルートでは脱出する燃料がなく、最も近いミサイル基地への攻撃に切り替え、ソ連への核攻撃を行う。断線によって爆弾の投下口が開かない非常事態に熱血漢のコング少佐は核爆弾にまたがりながら配線を再接続するが故障が治るや否や爆弾は投下されてしまい、コング少佐はカウボーイよろしく爆弾にまたがったまま落ちてゆく。皆殺し装置が起動し、人類を含む全生物が10ヶ月以内に絶滅することに一同が暗淡とする中、選抜された頭脳明晰な男性と性的魅力のある女性を地下の坑道に避難させることにより、人類を存続さうると、ストレンジラブー博士は熱弁し、興奮のあまり、ドイツ時代に立ち返り、相当。私は歩けます。と絶叫する。ラストは、ベラリンが歌う。第二次世界大戦時代の流行歌の甘いメロディが流れる核爆発の映像が繰り返し流され人類滅亡を暗示させるシーンで終わる。ソニーピクチャーズエンタテインメント発売の吹き替え洋画劇場シリーズ第5弾コロンビア映画90周年記念博士の異常な愛情デラックスエディションブルーレイには本編ディスクとはに HD 放映版の映像を使用してテレビ朝日版約92分の吹き替え版を収録した特典ディスクが付属している。なおテレビ朝日版はキューブリックの要望で全編ノーカット収録で初回放映されたが、ブルーレイに収録されているのは再放送された短縮版。スタンリー・キューブリックは冷戦下の生存競争の中で作られた原子力に関する事故を題材にするという漠然とした構想をもとに映画化の企画を立案した。構想を練る中で、キューブリックは核兵器によって保たれている恐怖の均衡について理解を深め、国際戦略研究所の所長からのを勧められた。彼はノーベル経済学賞受賞者のトーマス・シェリングがオブザーバー紙面で称賛した破滅への2時間を機に入り、すぐに映画化の権利を取得した。シェリングによると、1960年後半に、キューブリック、ジョージと会談したことが映画化のきっかけになったという。キューブリックは、ジョージとのコラボレーションとして小説に基づいて、脚本を執筆した。彼は、執筆を進める中で、シェリングとハーマン・カーンに何度か内容について相談している。当初は、小説同様にシリアスなドラマとして執筆していたが、次第に相互確証破壊の中に喜劇を見出すようになり、脚本をブラックコメディに書き直していった。彼はその心境を以下のように述べている。当初、キューブリックが考えていたタイトルは、ドクター・ドゥームズ・デイは、ハウツー、スタート・ワールド・ウォー3・ウィズ・アウト、イーブン・トライング、ドクター・ストレインジ・ラブ。A Secret Uses of Uranus and Wonderful Bomb ドームスデイ博士、またはいかにしてストレンジラブ博士の美しい秘密のウラン爆弾を思考せずに使い、第三次世界大戦を始めたかというものだった。彼は映画をブラックコメディに方針転換した後の1962年後半にテリー・サザーンを脚本家として新たに迎え入れた。これはサザーンの著書マジック・クリスチャンをピーター・セラーズら送られたキューブリックが気に入ったためである。サザーンは1964年8月にライフ誌で脚本の主要執筆者として紹介された。これに憤慨したジョージは9月号に反論文を掲載し、自分が原作者であり10ヶ月間にわたり脚本の執筆に携わったことを述べた上で、サザーンは短期間参加しただけ、キューブリックと試脚本の手直しをしただけであり、映画のクレジットも、キューブリックと私の後の3番目だったと反論した。撮影はロンドンので行われたが、これは主演のセラーズが離婚協議中のためロンドンを離れられなかったためである。スタジオには主要な舞台となる3つのセット、最高作戦会議室、B-52 のコッピットリッパー准将のオフィスと廊下が作られた。また、スタジオの外観は空軍基地に改造され、これらのセットは007シリーズのケン・アダムが担当し、撮影はギルバート・テイラー、編集はアンソニー・ハーベイとキューブリックはノンクレジット、音楽は特殊効果はウォーリー・ビーバーズが担当した。B-52 の飛行シーンではジョニーが凱旋する時が使用されている。制作中、キューブリックとセラーズは協力して撮影を指揮するようになった。最高作戦会議室のセットはキューブリックが気に入った案を採用して作られた。アダムは40メートル、30メートル、高さ11メートルの三角形状の部屋を作成した。この形状は最も爆発に耐性のある形状だとキューブリックが判断したものを元に設計している。部屋の奥にはフレッド・アステアの映画のダンスシーンに触発された黒い光沢のある壁に映し出れる巨大な戦略地図が配置された。また、部屋のテーブルには緑のラジャが敷かれていた。白黒映画のため判別はできない。これは核戦争の危機を世界の運命を決めるポーカーゲームのうなものとして風刺する意図があった。B-52 の核攻撃仕様の内部構造は軍事機密であったため、アメリカ国防総省の協力が得られず、B-29 と B-52 の写真を参考にコックピットを作り出した。アメリカ空軍幹部が撮影終了後にセットに招待された際、それは CRM のような小さな黒い箱さえ、すべて正確に作られていたと述べたという。あまりにも正確なセットのため、キューブリックは、アダムたち美術チームが FBI の捜査対象になるのではないかと心配したという。コロンビア映画は、ピーター・セラーズが4役を演じることを条件に、資金提供を同意した。これは、キューブリックの監督作品、ロリータの成功は、セラーズの演技によるところが大きいと評されたためである。また、セラーズは、デサン役を演じた経験がある。キューブリックは、コロンビア側の提案を受け入れたものの、後年、このようなやり方は、映画の正規の方法ではないと語っている。セラーズは、マフリー大統領、マンドレーク大佐、ストレンジラブ博士の他に、コング少佐を演じる予定だったが、彼は当初からコング少佐を演じることに消極的だった。演じる役が多すぎることと、コング少佐のテキサスなまりをうまく表現できないことが理由だったという。キューブリックはセラーズに役を演じるように懇願し、脚本家でテキサス州出身のテリー・サザーンにテキサスなまりのセリフをテープに録音するように依頼した。セラーズはテープを聞いて、テキサスなまりを習得して撮影に挑んだが、撮影中に足首を捻挫してしまい、狭いコックピット内に出入りすることができなくなり、コング少佐役を降板した。セラーズが演じた役のセリフは大半がアドリブだったと言われている。映画評論家によると、マンドレーク大佐はセラーズが演じた3役の中で最も簡単な役とされている。マンドレーク大佐は、第二次世界大戦に従軍した義足のイギリス空軍将校という設定で、キャラクターはセラーズの友人や義足のエースパイロットのダグラス・バーダーをイメージしていると指摘している。セラーズはマフリー大統領を演じるためにアメリカ中西部のアクセントを習得している。また、マフリー大統領を演じる際には、イリノイ州知事やキューバ危機時のアメリカ合衆国国際、連合代を務めたアドレー・スティーブンソンからインスピレーションを得て役作りをしたという。撮影の際には風邪をひいたような声を出してマフリー大統領の貧弱さを強調し、スタッフの笑いを誘った。しかし、マフリー大統領は真面目なキャラクターであるべきと考えるキューブリック、セラーズの漫画的な演技に不満を感じて撮り直している。モデルには、ジョシュ・ハーマン・カーン、マンハッタイ計画の参加者、ジョン・フォン・ヌイマン、ナチスの下で V2 ロケットを開発したベルナー・フォン・ブラウン、水素爆弾の父と呼ばれるエドワード・テラーが挙げられている。また、養子やドイツから帰化したという経歴から、ヘンリー・キッシンジャーがモデルに挙げられるが、キューブリックとセラーズはこの説を否定している。セラーズは、ストレンジラブ博士のモデルがキッシンジャーというのは事実ではありません。モデルはベルナー・フォン・ブラウンですと述べている。ストレンジラブ博士のアクセントは、写真効果コンサルタントとして、キューブリックの下で働いたウィージー、オーストリア系アメリカ人の影響を受けている。容姿は、メトロポリスのロトワングをイメージしている他に黒手袋、ウェーブした、頭髪、政治支配から逸脱した存在などの要素が取り入れられている。また、ストレンジラブ博士は興奮すると、ナチス式敬礼をする癖があるが、ウォーカーによると、この演技は、セラーズのアドリブであり、義手の右手にはめる黒手袋は、撮影直前に、キューブリックから借りたものだという。セラーズの負傷により、コング少佐役には、西部劇映画で活躍していたスリム・ピケンズが起用された。伝記作家、リー・ヒルによると、最初はジョン・ウェインにオファーを出したが、断られたという。次にオファーを出したが、彼のエージェントは、脚本が共産主義寄りとして断っている。キューブリックは、その後、固めのジャックへの出演で存在を知ったピケンズを起こした。それまでピケンズは、マイナーなサブキャラクターを多く演じていたが、本作への出演をきっかけにキャリアを向上させた。彼は、後年、博士の異常な愛情への出演以降、楽屋と小切手の額が大きくなったと語っている。キューブリックは、ジョージ・C・スコットに、本番前のウォーミングアップとして、B-52 を解説するシーンで、羽を広げた鳥をイメージした演技をさせている。彼は、このシーンは、絶対に映画では使用しないと言いくるめていたが、最終的に映画で使用したため、スコットは、二度とキューブリック作品には出演しないと誓ったという。撮影中にキューブリックとスコットは、タージドソン将軍の描写について、たびたび意見が衝突した。キューブリックは意見の相違が起きるとスコットに、地図で勝負を挑み、彼を打ち負かして、意見を押し通したという。本来、映画のエンディングは、最高作戦会議室で出席者が、パイ投げするというシーンになるはずだったが、諸事情でカットされた。ウォーカーによると、このシーンは、あまりにも多くのパイが投げられ、観客は誰が誰なのか判別できないほどだったという。カットされた理由として、キューブリックは1969年のインタビューで、あまりにも極端で、映画の風刺的内容に合わないためと語っている。サザーンの息子ナイルは、パイ投げのシーンでは、キャスト全員が笑っていたため、映画では使用できませんでした。まるで吹雪のようにパイが投げられ、ある意味では迫り来るミサイルの比喩であり、彼らから古き良き時代を感じるでしょう。これは、キューブリックが言ったように、ホメーロスの厄災なのですと語っている。1963年11月22日に、ケネディ大統領暗殺事件が発生する。映画は、数週間後に公開予定だったが、事件の影響で、人々が核戦争を扱ったブラックコメディ映画を見る心境ではなくなったと判断し、公開が1964年1月下旬に延期された。コング少佐による荷物の点検シーンの最後は、これならダラスでたっぷり遊べるよというものだったが、事件現場がダラスだったため、ピケンズは後からベガスでたっぷり遊べるよという詩に吹き替えることになった。また、パイ投げのエンディングがカットされた理由として、事件の影響があったことが指摘されている。このシーンでは、マフリー大統領が顔面についたパイを拭き取った後に、タージドソン将軍が、ジェントルマン。我らが勇敢な若き大統領は、彼、ソ連大使の首相に撃たれたぞ。と発言するが、ハーベイはこれについて、コロンビア側は、大統領の遺族を怒らせるだろうと危惧していたと、語っている。博士の異常な愛情と、同時期に、シドニー・ルメットが監督を務める未知への飛行が制作されていた。この映画も博士の異常な愛情と同様にアメリカ空軍の爆撃機が5指令に基づき、総核攻撃するという内容だったため、キューブリックは両作が競合して興行成績を損なうことを懸念していた。彼が特に懸念していたのは未知への飛行の監督が高い評価を得ているルメトで、キャストがヘンリー・フォンダ、ウォルター・マッソーの一流俳優だったことである。キューブリックは未知への飛行の原作であるが、破滅への2時間と同様のプロットであることを理由に盗作されたとして訴訟を起こした。彼は未知への飛行に登場するグロテシル教授がストレンジラブ博士と類似性があることを主張した。ただし原作にはストレンジラブ博士は登場していない。最終的に両者は和解し、未知への飛行は博士の異常な愛情の公開から8ヶ月遅れの1964年10月7日に公開されることになった。本作の題は長いため、博士の異常な愛情と略して呼ばれることが多い。この博士の異常な愛情という部分は現代のから来ているの部分を訳せば異常な愛情となる。しかし、ここでのとは人名であり、忠実に訳すならストレンジラブ博士もしくはドクターストレンジラブとなる。キューブリックは現代とかけ離れたわけの題をつけることを許可せず、翻訳時もその国の言語に沿った逐語訳にすることを要求したため、これを逆手に取り、博士の異常な愛情という日本語題を作り上げたとされる。この作品は劇場公開当時10王妃 1.8 号の画面で映写されてきたが、1992年にアメリカのボイジャー社でレーザーディスク、いわゆるクライテリオン版が企画された際、1.8 号サイズでテレシネ作業を行ったところ、画面サイズが違うとキューブリックからクレームがついた。いわく、1.33 と 1.66 の2種類を混成で撮影しているので、この違いを出してほしいというものである。その指示に沿って、ワイドスクリーンの作品で通常黒いマスクをかけて、潰される画面上下にマスクをかけずに、作業をやり直された経緯があり、2年後にコロンビア、トライスターがリマスター版、レーザーディスクを発売した際にも、2種類の画面中央比は、遵守されている。キューブリックの死後さらなるリマスターを経て発売された DVD 及びブルーレイ化では、このキューブリックの指示は顧みられず、2016年6月の位、テリオン版リマスターブルーレイではかろうじて 1.78 のワイドテレビでも2種類の中央比が確認できるよう図られているが、配給のソニーが発売した版では、スクイーズ収録、画面中央比1、1.66 から 1.78 に統一され、同マスターを用いた各種の放送でもこの違いは確認できない。この処置で破棄された効果の最たるものは、核爆弾とともに、コング少佐が落下していく場面で、ビスタサイズの背に対し 1.33 で撮影された、爆弾と少佐がはみ出し、光学合成で人為的に作られた、フィクション、あるいはジョークを強く意識させる点である。ロッテン・トメイトスでは最高評価映画の一つに選ばれており、支持率 99%、平均評価 9.1、10となっており、1964年に作られたスタンリー・キューブリックの華麗な冷戦風刺映画は、今日でも面白く鋭い風刺となっていると批評されている。メタクレティックでは96、100点の評価となっており、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。ロジャー・イーバートは本作をザ・グレート・ムービーズの一つに選んでおり、おそらく20世紀最高の風刺映画と評価している。また、最も称賛されたコメディ映画にも選ばれており、サイト&サウンドの映画監督による投票でトップ10の中にランクインしている。2010年にはタイム誌のベスト映画100の一つに選ばれ、2012年にはエンパイア誌の最高に面白いコメディ映画50本で17位に選ばれた。は、本作の脚本を歴史上最も優れた映画脚本の12位に選んでいる。キューブリックは本作の続編の構想を抱いており、監督にはテリー・ギリアムを考えていたことが判明している。ギリアムはキューブリックの死後に彼と交渉のあった人物から続編の話を聞かされたという。サザーンは生前に3オブストレインジェラブと題した脚本の執筆を始めており、物語は各戦争後の地下シェルターに避難した女性たちと、地下シェルターで唯一の男性となったストレンジラブ博士を描くものだった。ギリアムはインタビューで、私はキューブリックの死後にその話を聞きました。彼が私と博士の異常な愛情を作ることに関心があると。私は彼が死ぬまで知りませんでしたが、その話があったことを光栄に思いますと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。